国道197号は、高知県高知市から大分県大分市に至る一般国道である。かつて三岐港は、国道197号の 197km 地点であった。後方は、国道94フェリー入港予に、四国と九州を結ぶ海上区間がある一般国道の路線で、高知県の県庁前交差点を起点に、西へ四国山地を迂回し、愛媛県の佐田岬半島まで陸上区間が続き、関鯖、関屋寺の漁場で知られる、豊予海峡を挟んで、大分県の佐賀関半島から終点の大分市に至る。高知県内の高知市から須崎市にかけてと、愛媛県大洲市内の一部では共に国道56号と重複している。また、四国、九州間の豊後水道は、海上国道方式で、旧日本道路公団が開設し後に、民間事業者の国道94フェリーへ移管した、フェリー航路によって、三崎、佐賀関両港間が結ばれている。地域高規格道路豊後伊予連絡道路の構想もある。愛媛県の八幡浜市より西側に細長く伸びる佐田岬半島のルートは、愛称、佐田岬メロディーラインと呼ばれる尾根部を走る、回送路である。一方、大分県内の区間は、愛媛街道と呼ばれ、古くから幹線道路として知られている。高知県の角山地域は、幕末の頃土佐から伊予へ抜け、長州に渡る利便性によって、志士たちの脱藩ルートとなり、坂本龍馬や吉村虎太郎ら土佐勤王党の志士たちも脱藩するために通った道が、現在の国道197号だと言われる。このルートは、脱藩道や維新の道とも呼ばれており、このことから、高知県高岡郡津野町道郡梼原町、梼原の 30.8km 区間は、土佐勤王の志士脱藩の歴史ある道として、1986年8月10日の道の日に、旧建設省と道の日実行委員会により制定された、日本の道100選にも選ばれている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、規範点及び、経過値は次の通り。1953年に、現行の道路法に基づき、松山市高知市間が国道197号松山高知線として初回指定されたが、道路線は1963年に一級国道56号に昇格。同日新たに大分市大洲市間が国道197号大分大洲線として指定された。国道指定当初は、大分市の国道10号と大洲市の国道56号を結ぶ路線であったが、1970年に規範点を交換するとともに、新たな起点側を大洲市から高知市まで延伸した。四国側は、かつては高知県高岡郡津野町の布施が坂や愛媛県佐田岬半島の区間を代表とする悪路、共愛路として知られており、四国では197号のことを、数字の語呂合わせで、生名国道と呼称されることもあった。佐田岬半島の、かつての旧道は、半島南側の海岸線に沿うルートが取られていた。この地域の改築に関しては、権限代行により建設省が1970年から、佐田岬メロディーライン、日吉、高建地区、大洲西地区、六谷川地区の道路改築事業に着手し、佐田岬半島については、大幅なルート変更が施され、今日では、大洲市内の一部を除き、愛媛県内の全区間が2車線道路に改良されている。四国山地を越えなければならないという険しい地理的条件により、最後の難所とされていた布施が坂を最後に1991年度に、道路は全面改良されている。愛媛県伊方町二見付近、通称メロディーライン上の道路標識。高知県梼原町と津野町の間の残しトンネルが 1.5 車線と狭小トンネルであることから、高知県は2010年度より、残しバイパスの整備に着手した。大洲市内には、湯月と田口の間に、協力間が残されている。この区間は、大洲道路で、迂回可能であり、大洲道路が、実質的なバイパスとなっている。佐多岬半島周辺は地質が脆いため地滑り等が発生しやすい。同地区にある名取トンネルは内部の漏水によって崩壊しかねない状況となっており、2005年5月から八幡浜方面から別ルートで再掘削し、旧トンネル内で合流などの工事が行われていて 1km ほどの迂回路が設置されていたが、2007年7月25日に復旧、開通した。佐多岬半島区間はメロディーラインの愛称が付けられており、尾根伝いの中心線に沿うことから、スカイラインのような道となっている。愛媛県内区間の一部は、地域高規格道路の大須、八幡浜自動車道として、抜本的に改良整備中であり、2013年3月17日に一部区間が開通した。四国の佐多岬の突端に位置する三岐港と九州の佐賀関港を結ぶ海上区間は、国道94フェリーによって所要時間1時間10分で、結ばれ、1時間に1便の就航数があり、夜間の往来もある。大分県側の佐賀関地区では、幅員が狭く急カーブが連続する小宮小周期区間等で、拡幅や線形の改良が行われてきた。2012年からは大周期地区で、道路改良事業が進められている。大分市中心部の通称昭和通りの区間では、2016年に、再整備の方針を定め、歩道橋の撤去や街路樹の移植等が進められている。主なトンネル橋梁大野川に架かる鶴崎橋、大分県庁、大分市役所などが並ぶ大分県大分市、昭和通り交差点付近。ありがとうございます。